下は沖縄県富城区市出身の元プロ野球選手。小学校時代は、首相として、チームの中心選手として活躍した。富城区市立長峰中学校時代は、軟式野球部に所属し首相で4番、保守として、県大会優勝を果たす。進学した沖縄小学高校では1年の秋から保守として、レギュラーを獲得した。2年春のチャレンジマッチ。 沖縄水産高校戦では、荒垣渚から、満塁ホームランを放ち自信を深めた。3年時に第71回選抜高等学校野球大会で、4番で、首相、遊撃手として春夏通じて、沖縄県勢初となる、全国大会優勝に貢献した。続く第81回全国高等学校野球選手権、大会では2回戦で、宮古の城高校に敗れている。 夏の甲子園大会終了後アメリカで行われた日米野球では全日本代表の4番打者として出場しホームランも放ち現地のメジャーのスカウトをしてホワット、エショットと言わしめたその後は瀬田大学社会科学部に入学野球部では1年次から遊撃手として出場後に三類種に転校する4年次には沖縄県出身者として総大発の首相を務め 壮大野球部史上初の4連覇、全勝優勝を果たした。4番打者としても長打力を遺憾なく発揮し、春秋連続でベストナインに選ばれた。大学通算成績は77試合出場、297打数77安打、打率、259、9本類打、47打点。同期には、ゆいた慎太郎、青木のリッチか、鳥谷隆志らがいる。 2003年ドラフト3巡目で広島東洋カープに入団。2005年2軍でチーム2位の81試合に出場して打率。282、4本塁打、8盗塁の好成績を残す。シーズン終盤に1軍初出場を果たし、代打でのプロ入り初打席初本塁打をマークした。2006年も2軍でチーム2位の72試合に出場したが打率。 200と低迷した。2007年は2軍で4番を任されるなど、期待されたが、打率。228と不調に終わった。2年とも1軍出場はなかった。出場機会を増やすため、本職の3類種だけでなく1類種、2類種、外野種としても起用された。2008年は、肖像類種の荒井隆弘が、阪神タイガースに移籍したことで、チャンスが巡ってくるかと思われたが、 春先に故障。三塁のポジションもそれまでのライバルから三塁経験に、乏しい選手までひしめき合う激戦区となり、二軍でも少ないチャンスを活かせず、プロ入り5最低の成績となった。2009年からは、背番号を52に変更した。2009年10月9日、戦力外通告を受け、10月23日、コミッショナーより、任意引退が公示された。 2010年より一軍チーム付き広報に就任し、春のキャンプからブログを利用した広報活動を始めた。社会奉仕活動2016年より一般社団法人、レッドバードの代表理事を務める。同団体の理事で、壮大時代の同期の鳥谷とはプライベートで付き合う仲であり、野球を通して何か役に立ちたいという価値観が一致したことから、共同で活動を始めた。 ありがとうございます。